これはこうだな、こうだな、絶対。よいしょ、あ、よいしょ、はいはい、いや、来た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 、あった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 、いや、まあ、俺の中の北斗の剣が出てる、マジで。東西南北北北っしゃん。はい、ということで今日はですね、こちらマジアチョコレートが使っていくんですけども、ちょっと形が変わったね、インフェ型と。はい、まあね、あのいつもボムなんですけど、まあこれね、今環境に適した形、まあ今ね、本当にね、まあ前回も言ったんですけど、マジロイジャイとか、まあラバー、バルーン、あとホグが多いんですよね。なんで、まあインフィがブーストされると、しかもね、ライトニングとかザップ入りがいないんですよ。いや、マジでね、ファイボとかポイズン、プラスのヤンドアメなんちゃらとかが多いですね。なんで、まあやっぱね、今、こう進化ババとか、まあロケコは強いんで、ライトニングやとね、もうね、殺されちゃうんですよ、こいつらに。なんで、無双されちゃうんでね、みんなファイボかポイズンなんですよ。なんで、もうこのね、インフィがちょっと、はい、マジインフェ強いですね。はい、で、まあ、ホグに対して強いトルネードも入れてね、はい、もう環境に適した形ですね。はい、今日はこれ使って、まあ、マルチやっていきましょう。さあ来ました、お、トモキだ。これはね、DL に出てるグッドラック、ホグ使いですね。ホグ使いだから多分そうだよね、ロケコホグかなと思った。あ、多分ロケコホグですね、これは。さあやっていきますか。いや、マジロケコホグね、進化ロケコがやばいんすよ。いや、進化ロケコはね、マジ無双するんすよね、ほんとに。もうマジバケモンなんで、あいつ。あいつマジバケモンやからな、普通に。いかついんで、あいつに無双されるとっていう感じなんですよね。さあ、ここから落ち着いて、マジ近いいきますか。まあ、多分ね、ロケコのやつかな。まあ、今の環境ホグクエイクで、多分ロケコじゃないことってないんで、ナイトで、よいしょ。はい。こっち、ずっといただけて、さあ、素晴らしい。いや、これは、こっちかな、こっちで。はい、これリガニトシ、いや、いかんのよな、これが、これがいかんのよ、これがまたいかんのよ。これなんかワンチャンマジアチャ入らんワンチャンちょっと見えたけどな、ちょっと見えたけどな、香りはした、香りはしたけど、これどうする。はい、こっち、よいしょ、これで多分キンキはね、できるんで、こっちですね。はいはいはい、よいしょ、はいはいはい、こんな感じでやってあげたら多分いい感じになる。頼む頼む、オッケーオッケー、はいはいはい、素晴らしい。まあどっちでも、どっちも入りましたね。まあただできるだけね、逆サイ行きたいんで、まあ両サイ振っていくんですけどね。うん、まあ相手がね、今クエイがあるんで、まあここはね、一旦待ちかな。あ、マジアチャから行くのはちょっと渋いですね。なんでマルタだけ流しておきましょう。相手ゴブリン切ってくれたんで、まあここはね、ディガーが普通に入るんで、いやー、これちょっとね、オールブかました、マジでマジでオールブ。うわー、マジで間に合わんのよな、こういうの、こういうの大体間に合わへんのよな、分かってる、知ってる。でもオールブか、うわ、気合見した、これ絶対マイティー来るよ。あ、そうだよね、はいはい。いや、さすがに、さすがにだね。オッケー、オッケー、はいはい。で、これはこっちやってあげて、はいはい。いやー、いい。いや、ちょっと待って。入る？さすがにやんな。さすがにやんな。オッケー、オッケー。で、これはこっち。いや、ガチか。いや、でもこれ丸太来たら、いや、そうだよね。今、それ切ってくれるんだったら、ここはディガーがフリーで入ります。はい。で、多分ここね、そう来るから、ここ一旦ね、あのこいつだけで、こいつだけで、こいつだけで、あのボムタワーしょってあげて、で、多分ロケコが来るんじゃないかな。進化ロケコやばい。ガチで。ガチ、進化ロケコやばい。進化ロケコやばいよ。よいしょ。ただ、マジアチャが打ってくれない。まあ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 、悪くはない。で、今、ちょっとトルネ切ったターンなんで、ここちょっと気をつけたいですね。いや、マジで気をつけたい。はい。で、ここはアイスピー来るんかな。どうやろ、怪しいところ。なるほど、いかつ、相手の攻めいかついぞ、なんかまあまあいかついことしてるけど、ロケコが来そうだな、これ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃロケコ来そうやな。クエイからの、クエイからのロケコが見えて、そうだね。ここはマジアチャだけで、はい、これやってあげて、さあ、で、まあここは丸太でいい感じに、押さえてあげたいですね。押さえてあげて、うわ、危ない危ない危ない、はいはいはい、危ない危ない危ない、マジで危なかった、今ちょっと入りそうやった。いや、マジで、はい、さすがにね、こういうのはね、結構ね、マジアチもね、縛りたいところであるんですけど、縛るとね、マジね、一気にね、せっかく今のチャンスがね、相手のチャンターンになってしまうんで、ここはね、もう一回、はいはい。いや、これめっちゃ犬来て、めっちゃ犬来てるけど、入りそう。熱、熱、あ、熱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 、諦めました。まあ、これはね、本当にね、めちゃくちゃ相性いいんで、まあ本当に進化ロケコは自己ランさえすれば、まあ勝てるかなっていう感じですね。だから今本当にね、強いんですよ。いや、マジロケコ多いからな、本当に。オッケーオッケーオッケー。いやー、いいっすね、マジで。いや、マジ、間違っちゃったらね、楽しいよ、本当に。さあ来ました。お、くるみちゃん来た。くるみちゃんはね、ゴーレムの方ですね。まあ、ただ、進化環境になってどうなってるかわかんないですけども。さあ、アイスピーマジか。くるみちゃんがゴーレ以外使うだと。なるほど。もしかして、もしかしてだけど、やけど、これワンチャン、マイティーホグ、もう一回、アゲインマイティーホグ。いや、あるな、これ、アゲインマイティーホグだな、絶対。絶対マイティーホグじゃん、これ。いや、やめて、ナイト削らないで、オッケーオッケー、全然いい。全然いい、こんだけやってくれたら。はいはい。で、多分、相手、ホグ釣りなんかな、これ。どうなんやろ、ホグ釣り来そう。俺ならホグ釣り。あー、それなんや。じゃあ、これ、飛ばしとくか。
じゃあ飛ばしてあげます。はい、でこっちまで行ってあげて、さあでこれで相手はね丸、あーなるほどね、ボムか、美味しい。でまあこれロケゴでできたんで、できれば禁忌したいんですけども、はいはいはい、オッケーオッケー、はいはい、美味しいですね。まあこれはねこの感じで、はい、禁忌してあげて、よいしょ、はいはいはい、素晴らしい。なんならね多分インフィがこれ頑張ってくれるんで、逆サイドタワーがちょっと削られてる、痛い100ぐらい90ぐらい毎回削られてた、ちょっと痛いですね。でまあこれは、やりゴブで多分バルタかな、ああはいはい、なるほどね、そいつか、そいつ出してくれるな、もうナイトで、出してあげて、で相手が蹴ってこないよな、多分さすがに蹴ってこなさそうだから、はい。でまあこっちはね、これだけで、で多分スケが来るんで、そうスケ来るんで、ここは丸太で、あ来た、これ熱い熱い、入るぞ、よいしょ、ぶっ、なんならマジアジャチョイーンよいしょよいしょ、はいよいしょ、はいこっち、いやーこれはでかい、これマジででかい、マジ美味しいっすね、このダメージ、ここほぐきそうだな、めっちゃちょっと待ちたい、やっぱ来るよね、そうだからこれはね、やりゴブでこっち釣ってあげて、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、いやーでかい、このダメージ結構美味しいな、マジで、うん、いやマジで本当に流行ってんな。しかも相手これスケ型だからマジでねディガー受けないんですよ。相手さっきゴブリンやったからまああれなんですけど、ディガー受けがマジでないんでね、これはもうこれだけ出して、多分ねこれ多分おそらくあっちにねなんかボムタワーとか引きたいんじゃない、どうなんやろ、いやーこれ多分マジやっちゃ絶対逆サイ行くんで、あいつそう絶対逆サイ行くんで、はいはいはい、オッケーオッケー、でこれはクエイク打ってきそうだな、そうだね、なんでここはね、もう出しといてあげて、はいはいはい、よいしょ、はいはいはい、いいよ、素晴らしい。でここは、ディガー行ってあげてと思ったら、なんかヤバいの来たね、ヤバいの来たね、あいつあいつヤバいぞマジで、おいおいおい、とんでもないことなってるほんまに、こいつマジでヤバい本当に、はいはいはい、これ多分あっち行くやろ、あっち行くからこっち、はい、やっていただけて、よいしょ、さあただまあ相手の敵陣にライダー強いんだけどね、ここにライダー別にそこまで強くはないんで、ほいこっちやっていけたらいいんで、はい、でまあここはこんな感じでトルネでやってあげて、ちょっと待って、はいはいはい、いや怖い、いやマジでロケコがやばい、でこれ絶対にあのね逆サイ飛んでくるんですよ、相手絶対飛んでくるんで、これはい、よいしょやばい、丸太があらあら、丸太がすかしてった、マジで丸太がマジ消えてたんで、はい、これだけで、まあ、やってあげて、さあお熱くはない、熱くはないです、はい、全然熱くはないです、はい、これインフェで頑張ってもろて、はい、インフェで頑張ってもろて、うわなんかやばそうなん来てるけど、丸太がすかしていく、素晴らしい、いい丸太だ、マジでいい丸太だ、いやこれはこっちからのこう、わあちょっと一発入ってもうた、いやマジでね今のねバカムズやんな、みんな分かってくれるやんな、今のめっちゃ難しいよな、今のめっちゃ難しいよ本当に、右も左も対応せんといけんっていうこのな圧力、さあこれはウォルイカが入らない、オッケーオッケー、いやこれ絶対ね警戒されるんで、いやマジで警戒されるんですよ、なんで、はい、落ち着いてね、こっちで、はい、やってあげて、さあさあさあ、素晴らしい。いや、マジね、マジアチャー基本ね、読まれると思った方がいいですよ、うまいプレイヤーはね。マジ読んでくるんですぐ。うん。いや、これ、どうやろう、これ、さすがに爆破切ってくるかな。はい、よいしょ。いや、これはちょっと、ボムタワーまで言うんじゃない？相手、うわっ！いや、でかそのダメージ。でかー！めっちゃでかいよ、それ。めっちゃホーリデーやで、それ、ほんまに。よいしょ！はいはいはい。さあこれはマジアチャで、うわうまい、マジでうたちうまい、ちょっと待って、これ絶対しょらんといけん、あいつだけはしょらんといけんから、はいはい、これ丸太で、ちょっと待って丸太本当にオッケー、はいこっち、よいしょ、はいはいはい、いや素晴らしい、いやめっちゃいいわマジで、めっちゃいいガチで、でこれこっち行ってあげて、はいはいはい、でこう、はい、いやめっちゃいい、マジでいいぞ、落ち着けば勝てる、ふっ、なんで一発、おいお前マジで、お前ってそういうの良くない、本当に良くない、ガチで、よいしょ、はい、あとは、高め全部高めでやっていけばいける、オッケー、終わるか、なんだ、やばい、俺の中でドラルドが、いやマジでやばい、ウォルベが強えな、ガチで、てかロケコホグ多すぎやろこれどうする、4試合やって全部4試合ロケコホグやったら、それはそれでちょっとおもろいな、マジで、さあ来た、おー来た、来た行くよ、なるほど、名前が似てますね、めちゃめちゃ、来た行くよ、どうね、日本人だからちょ怪しいところであるような、なんか来た行くよなんか海外の人っぽいな、めちゃくちゃわかんない、さあ丸太行きますか、おもろいな、来た行くよ、今行くよ来るよみたいな、いたようなお笑い芸人漫才なんかね、昔の人っすけど、みんな知ってるかわかんないけど、あこれチーンスキラだ、絶対チーンスキラだ、俺絶対チーンスキラで、ここをこれで射抜く、はい、トルネ使うから相手絶対、よいしょ、はい
あうまいけど、ただ俺も射抜いてると。素晴らしい。待って、これマジしゃしゃりました。はい、これマジしゃしゃりました。ごめんなさい。はい、皆さん許してください。このしゃしゃりを、償います。丸太で全部一掃。いや素晴らしい。タワー後ろやで。お前後ろ。あーめっちゃいいタワーのエイム、ガチで。ただなんか入れたもん入れられたらマジスケラ強いよな。ほんまにそうやな。これ俺が現金っすね。墓石で一丁前に行かれるんで、これはこれだけで。はい、うわ相手も偉いな、ここ置いてこないので。これはどうせかぶりました。はい、めちゃめちゃかぶりました。これ多分ね、逆サイの方がいいのかな。どうね、同サイでやり合えるんかな。なんか逆サイの方がいい顔はしてるんだけどな。めちゃくちゃ逆サイの方がいい顔はしてる。めちゃくちゃね、ちょっとね、多分同サイと押し込まれる気するんよな、これ。だからちょっと逆サイ行きたいですね、これ。逆サイマジ行きための顔しといてあげて。さあ、ここは、丸太からの、よいしょ。はいはいはい。いや、素晴らしい。いや、てか、タワーのタゲが優秀。めちゃくちゃ優秀だわ。ああ、頑張れ。あガチ。アイスウィズじゃない。あいつ。うわ、めっちゃ優秀、マジで。で、ここは、多分、ロリーババが来るんじゃないかな。さすがに無視はできないでしょ。無視。男だなぁ。おめえも男だなぁ、言うて。まあ、ここはね、一旦ね、落ち着きの、ウォールベーカセバかなー。まあ、もう一回狙いに行ってもいいんだけどな。この位置、キングヒーローできないんですよ、多分、まあ、俺の予想では、多分できないです。はい。あ、ちょっと待って、DR の位置ミスった。最悪。でも、どうせない出てくるから。そうっすね。マジ、ちょっと待って、行かれる。ずっと寝ていかれる。どうしよう。ちょっと待って、泣きたい。え、ガチ、これ絶対泣いてくるんで、そう、絶対泣いてくるんで、あとね、インフェでね、やっといてあげて。さあ、これをウォールベーカーで釣ってあげて。で、多分墓石まで来るんかな、これは。うん。え、なるほど。じゃあ、まあ、ここは、ディガーでやってあげて、よいしょ。はい。で、まあ、これはこっちで。おいしょ。はい。いやー、まあ、悪くはないけど、いや、めちゃくちゃ悪くはないんだけどね。普通にちょっと怪しいんだよね、めちゃくちゃ。まあ、インフェが最強なのは確かなんで、まあ、これでね、バチコリやってあげたいですね。で、まあ、これこっち、ウォルベが探偵流しといてあげて。さあ、お、これ、おいしい、かぶったぞ、これ。相手、対応したら、そうだよね、対応するんで、これ絶対。いや、待って、ちょっと、マジやっちゃう？お前、マジやっちゃう？お前、ガチで、本当にお前、頼むって、マジ頼むって、これ。いや、これはこうだな。こうだね、絶対。よいしょ、あ、よいしょ。はいはい。いや、来た。あったいや、まあ、俺の中の北斗の剣が出てる、マジで。ほわーたみんな分かるかな、北斗の剣って。俺、めっちゃ好きなんよな。さあ、これ、ナイトから行きましょう。ナイトから行って、さあ、出してくれましたね。これ、出てくんの美味しいんだよな、これ、丸太で。で、なんか来た時用に。いや、これ端前で、多分ナイトカバーがこれ見えるんで、いや、どうなんやろ、来ないんかな、ナイトカバー。来ないんだったら、これ、犬いちゃうか、これ。よいしょ、はいはい。熱い。いや、このダメージ、でけ、マジで。いや、これ、勝てるな、多分。これ、いけるぞ。まあ、こんだけダメアド取って、負けたら、多分もうね、それはね、あれが悪いっすね、はい。それはもう、スケラが悪いです。はい。スケラも、うわ、タワーの先が無能だぞ、これ。いや、ただ、相手はポイズン切ってるんで、さ、素晴らしい。うわ、めっちゃいい。うわ、これ来たぞ、あいつ、タルババとポイズン切ってよな。だから、ここの受けめっちゃきついぞ、相手。めちゃくちゃきついぞ、これ。これめちゃくちゃきついぞ、相手。で、多分、そうやんな、それ来るから。で、これをトルネで一掃したいところではあるけども、ここで、あえてのこの、ここで待ってからのこれ。これが強いんですよ、これが。よいしょ。はいはいはい。結構入ってるよ。いや、これこっちだな。これこっちで。はいはいはい。いや、素晴らしい。いや、めっちゃいい。位置がいい。いや、もう来たっしゃ、うまい、マジで。うわ、当ててくる相手もうめえ。それはうまい。でも、これは、多分これでやってあげて。さあ、これこっちで。いや、ちょっと待って。あ、回したら勝てる。いや、これは丸太回せば勝ち。俺の勝ちね。丸太回せば。よいしょ。で、あとはここだけ守ってあげたら、よいしょ !OK! 完璧。いや、めちゃくちゃいいね。いや、よかった。いや、これでもね、やっぱマジアチが強いな。うん。こういうね、やっぱファイボットがない相手はマジでマジアチャが無双するわ。さあ、ラストいきますか。さあ、来ました、レッツゴーや、レッツゴーバーモーズ、やっていきますよ。さあ、グッドラックとやっていきますか。まあ、これはね、まあ、相手に置いてこなかった、マジ熱そ、それめちゃくちゃ熱いね。さあ、トルネ吸っちゃいましょう。はい、これ美味しいですね、めちゃくちゃ。まあ、相手がね、まあ、多分これ、どない、相手のデッキどないやねん、これ。ほんまに。これでフリーズとか来たらめっちゃおもろいけどな。あ、相手温まってんな、多分。このインフェに温まってんな、多分。きつそうな顔してんな、インフェが。おい。
お前どうせヤンダーメだろ、お前どうせヤンダーメしか入ってへんのやろ。なんかもういかつくね相手のデッキ、とんでもないぞこれ。多分ここでわあヤンダーメあったら打ってくるんじゃない。ヤンダーメか、まあザやっぱヤンダーメか、そうだよね、なんかそんな顔してたもんね。だいぶこれはヤンダーメ切ってるんで、はい、ウォールビカで釣ってあげてさあ、なんかとてつもないデッキやなこれ。なんか半端ないな相手のデッキやばない。なんか待って、ユーノインフェ、イーオネインフェじゃない、ユーノバルーン、あーなるほどね、これ逆サイナイトでいなしてあげたら、相手だるそうじゃないこれ、からのやりごぶ、はいはいはい、来た、あーよいしょ、はい、よしいい子だ、お前はいい子。いやこれでもさ、相手打てるかな、ファイブある、でもなさそうじゃね、なんかファイブなさそうよな、なんか顔がなさそうやもん、めちゃくちゃ。いやこれはバックハム入れたくないけど、当たんないで、マジで。オッケー、いや、めちゃくちゃいいぞ。で、相手ヤンダメあったから、いや、そこやな、めちゃくちゃ。ここは、これだけ繋げて、で、トルネで、ちょっと、トルネで。ふっ！よいしょ！はい、来た。いや、なんなのこれだって。そもそもタゲいってんな、マジアチャ。そもそもタゲいったな、マジアチャ。そもそもね、そもそもの話なんですけど。さあ、これはね、多分相手、ヤンダメ打ってくるんかな。ってこない。なるほど、美味しい。じゃあ、これ、ガグも無料で。この、無料で受けれるガゴ美味しいっすね。なんならこれこっちだけで相手絶対うざいぞこれ。絶対うざい。で相手多分これね、ヤンダーメなんやろな、デッキ。いやマジ怪しいよな相手のデッキが。いや本当に、いやこれはヤンダーメを探したいですもん、できれば探したくて、これ左に切ってくれたら偉いんだけど、これ真ん中ガゴとか来たら嫌だ。あでもそれだったらいけるくね、それだったら守れるよね相手。しかもヤンダーメだから、そっちに打ったらそうだよね、このマジアチャが無双するんだよね。うん、なんで、まあ、あとはね、まあ、守れば勝ちなんで、まあ、これこっちら辺に置いといてあげて、で、一緒にまとめてあげて、さあ、まとめて、よいしょ。で、なんだロールかでね、保険までつけといてあげて、はい。俺は加入してるんで、しっかり。で、あとは丸太で落ちてるんで、OK。うん。はいはいはい。来た。いやー、こうなんすよ。いや、本来ならね、ラバーきついんだけど、これインフェがね、ぶち刺さると、はい。そういうことなんですよね。いや、マジで、今本当にね、ヤンダーメとか多いんで、いや、ほんと、ファイーボとかヤンダーメ、ポイズンあたりがめちゃくちゃ多いんで、もうね、インフェ最強なんですよ、マジで。インフェがマジで強すぎる。本来ね、ラバってね、マジアチョウレカきついんだけど、ボムだからね、これインフェだから勝てるってことでね。いやー、マジでいいな。ちょっとマジ強えよ、ほんとに。いや、マジサブアカ俺、限界突破しないんで、ちょっとこのデッキでやろうかな。マジちょっと強すぎるな。いや、俺、マジ限界突破なしでめちゃくちゃ戦えんな、マジで。うん、まあ、ということでね、皆さんよかったら使ってみてください。多分ね、みんなね、そんな限界突破しないと思うんですよ。さすがに16000なんか課金でできんような、普通無課金やったら。だから多分みんなしないと思うんでよかったら俺使ってみてください。いや、マジ強いっす、本当に。いや、多分ね、限界突破なしだって一番強いんじゃない、わかんない。でもめちゃくちゃ、デッキパワー強いなと思いましたね。はい。まあ、ということでね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後まで次の中で会いましょう。バイバーイ。